山などで遭難した人を捜索したり救助したりして命を助ける県消防防災航空隊の業務への理解を隊員の家族にも深めてもらおうと、今日芳賀町の栃木ヘリポートで防災ヘリを使った家族見学会が行われました。この見学会は県消防防災航空隊の隊員らの家族を招いて毎年開かれているものです。今日は航空隊員や操縦士、整備士ら22人の家族などおよそ130人が参加しました。見学会では県消防防災ヘリオールリによる訓練が披露されました。救助に向かう運航指揮者や操縦士など6人がオールリに乗り込むと、上空からハーネスや担架でけが人2人を吊り上げて救助を行いました。この後家族はけが人を吊り上げるときに使うヘリハーネスを実際に着用したり、機体の中に入って中の様子を間近で見るなど仕事の重要性について理解を深めていました。命に関わる仕事は大変だなってつくづく本当に実感しますよね。なんかみんなにこう鼓舞してる感じとかなんか大きい声で声出してるところとか、全員にちゃんと親しく話しててかっこよかったです。印象がこう変わったとかなんかありました？いや元からかっこよかったんで今はもっとかっこよくなった感じです。